2S35 コアリツィ SV152mm 自走榴弾砲は、ロシア連邦軍の自走榴弾砲。NATO 軍の自走榴弾砲に比べて陳腐化していたに、s 1 9ムスタ S の更新のため、コアリツィ SV の開発は2006年に始まった。T-80 及び T-72 を改造した車体に 152mm 榴弾砲を縦に2問連装したムスタ S の派生型が、 計画されたものの、高コストと信頼性の低さから2010年に開発は中止された。再設計を経て2014年11月より、新型の試験が開始され、2015年のアラビの演習場におけるモスクワ戦勝パレードの訓練で初公開された。この時他の新型車両と同様に砲塔はカバーで覆われていた。当初 T-14 と車体を共有していると、 伝えられていたが、天輪が6個になっており、実際は T-90 ないしムスタ S の改良型と見られている。ムスタ S と異なり砲塔天板に乗員用ハッチはなく、車体全部右側の車長用、中央の操縦士用、左側の砲手用と見られる3箇所にハッチが存在する。これは、装填を完全自動化した無人砲塔であると推測されており、 将来的にこの砲塔を T-14 の車体に搭載することも考慮されているとみられる。乗員区画は走行カプセルで覆われ生存性を高めているほか、区分防護機能や自動消火装置も備える。砲塔は360度全周回転が可能で、 搭載される 2A88-152mm 榴弾砲の最大射程は精密誘導砲弾で 70km、通常弾でも 40km と、ムスター S の 29km から延長されており、自動装填装置の採用により16から20発、分の速射が可能とされる。これは、PZH-2000 自走榴弾砲など、NATO 軍の自走砲と比較しても優位にある。 この他にも輸出用として、NATO 規格の 155mm 砲弾に対応したモデルも計画されている。また、自衛用装備として12.7マコード重機関銃 RWS81mm 発炎弾発射器を装備している。パーンチリ S1 などに使用されているカマーズ -6560 トラックをベースに、 開発した2回66から1弾薬球弾車は92発の砲弾を輸送でき、コアリツヤの砲塔後部に連結することで15分以内の補給が可能である。ありがとうございます。